夏です。新入会長ホックです。セイのひなのの。わがもひなです。リンリリノです。フンフンリクです。研究生のセイラです。研究生のリノです。研究生のノです。研究生のミリアです。研究生のヒュイです。研究生のユキナです。研究生のアリスです。研究生のマナです。研究生のレナです。研究生のコウです。研究生のユリです。研究生のコッチャンです。研究生のルカです。びっくりしてると思うんですけど、私たちも結構びっくりしてます、はい、こんな迫力が、はい、ということで今回は珍しく何回かの全員集合です。やばくない？改めてさ、しかも並んでみると、結構ね、なんかもうクラスかなみたいな、待ち時間もめっちゃ女子校みたいな感じだったんですけど、久々にね会えるメンバーとかもいて嬉しいですね、ちょっとどうですか、ルカちゃんとか特に久々なんだけど。確かに、ね、全員集合してどんな感じ？久々に来て、まあ、それでもびっくりしてるんですけど、マジで本当に女子校みたいな分かる、できるぐらいの人数でめっちゃびっくりしてます、ね、めっちゃびっくりしてる。ポコミンもおとなしいですけど今日は、今日はお姉さんな感じですね。やっぱりこのレギュラー層列に並ばせてもらったのでちょっと大人っぽく、ちょっとこの中だと最年少なので。あ、そうか、見えない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 、同じぐらい同じぐらい、ミリアちゃんとかね入ってきて、リナちゃんも最年少メンバーが末っ子たちが入ってきたので、私たちもレベルアップしてお姉さんと違ったんですけれども、今回はメイプチの新しい新体制についての発表をしていきたいと思います。はい、大事大事、ワクワクしちゃうね。大事大事。メルプチからのお知らせ2つあります。おお、じゃあ1個目、メプチームルチチームが再編成します。おお、なるほど、はい、今までねルチチームメプチームあったと思うんですけど、やっぱつぐちゃんもジェニーちゃんも卒業したということで、メンバーも結構大きく変わったので、ここで再編成をしましたので発表をしていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にメプチームから、はい、これはレギュラー生だけですね一旦、はいはい、メプチーム日向、おお、メプに変わりました。おお、はい、続いてひなの、おお、ひなの、ふみ健在、そしてりりか、おお、ルチからメプにね、本当だ、りのんです。おお、お願いします、お願いします、メプ頑張ります。ということでルチは私とまほこ、はい、ココミ、はい、ウナピーの、はい、ここでですね、変わります。ねえねえ、綺麗に早いってメプに食べよう、違う、なんかさ、もうメプがちょっとこうしかいないから、食べてもよくしかいないから、ガラッと変わりましたね。ねえ、はい、移動した人はメプからです、はい、ウナピーもよ、変わったよね、結構。続いて2つ目、週の基本公開パターンを発表していきたいと思います。おお、投稿日に今までも結構バラバラでメンバーが出てたと思うんですけど、発表しますよ、はい、月曜日はメプチームの動画が上がります。おー、いいね、はい、そして水曜日が選抜生、で金曜日がルチチーム、で土曜日が選抜生、メプ選抜生、ルチ選抜生で、日曜日がランダムになります。おお、だからここがごっちゃ混ぜになる可能性もあるし、で基本研究生はその企画によっていろんな入れ替わり入れ替わりっていう感じで、みんなもね結構変わって、今までとメンバーも変わって楽しめるかなと思うので、はい、ぜひチェックしてほしいですね。はい、はい、日によって例外の日もあると思うので、必ずではないんですけど、基本的にはこの順番で動画を回していくので、はい、毎日チェックをよろしくお願いします。お願いします。では2024年度もこのメンバーで頑張っていくので、応援よろしくお願いします。お願いします。